皆さんこんにちは。横浜国立大学材料工学 EP の向井です。本日は、今年のオープンキャンパスの模擬講義の一部を、抜粋してお話ししたいと思います。実際には50分の話でしたので、その前半部分、しかも何枚か、短縮抜いて短縮したものでお話ししたいと思います。一部難しい話があるかもしれませんけど、そこは、そんなもんかと思って聞いていただければいいかと思います。タイトルは光を電気に、電気を光に変換する材料技術というものです。光電変換材料とはということですけれども、光電変換とは光を電気に、または電気を光に変える、そういう、仕組みのことで、これを行う材料の話を今日はするわけです。で、光を電気に変える装置としては太陽光発電とか、あるいは光センサー、あるいは光ファイバー通信での受信機などありまして、これは非常に、我々の生活に深く入り込んでいるというものになります。また電気を光に変換する装置としては白熱灯から、あるいは、日本人のノーベル賞受賞の理由になりました青色 LED マンですね、いろいろありますけれども、皆さんのスマホとか、あるいは Wi-Fi、PC を介したインターネットも、基地局ではですね、半導体レーザーを利用した光ファイバー通信の上に成り立っています。このようにですね、光電変換材料技術は、これからますます我々の生活に入り込んできて、重要な、位置を占めていくということについては、お互いの余地がないと思います。本日はこの短いプレゼンテーションではですね、太陽光発電の話をしたいと思います。これは岡山県の美作市にある日本最大のメガソーラーということで、太陽電池がいっぱい並んでいるわけですけれども、こんな風にこれからの発電は太陽電池が主流になっていくというものの先駆けとして、こんなイメージがあるかと思います。太陽光発電技術は化石燃料の枯渇、あるいは地球温暖化問題などからですね、非常に皆さんの注目が高まっている技術になります。これは非常にクリーンでありまして、で事実上枯渇の心配もありません。またそれ以外のクリーンエネルギー、風力とか地熱とか水力など、そういったものに比べてもメリットがたくさんあります。例えば1番目として、現在の技術でも十分利用できている。それから2番目として、温暖化を最小限に抑える仕組みが、最小限に抑えるものになっていると。3番目としては、個人でも環境に貢献できると。それから4番目として、全世界の電力需要にも将来にわたって応えられると。非常に頼れる源だということができると思います。はい、この講義ではたまにこうやってクイズを出すわけですけれども、地球全体に降り注ぐ1時間分の太陽エネルギーを 100% 電気に変換したら、地球上で、全世界でですね、使われている電気エネルギーのどの程度を賄えるでしょうかという問題ですね。1時間なのか、1日なのか、1ヶ月なのか、1年なのか、10年なのかということですけど、少し考えてみていただいて、どうでしょう。答えみたいと思いますけど、1年分。すなわち、たかだか1時間でですね、全世界のエネルギーを1年、賄えることができると、非常に頼れる、エネルギーだということが分かるかと思います。これは、シェルから出ている世界のエネルギービジョンを示したものです。横軸が西暦で、縦軸が第一次エネルギー供給量となっております。で、2023年、このちょうどグラフの真ん中あたりは、太陽光は非常に小さいわけですけれど、これから年々、太陽光、この黄色い部分の量が増していきまして、2100年には 70% が全体のうち太陽光が占める割合になるというふうに予測しています。これは石油メーカーで、こう認めているということですね。その理由の一つは、最近の環境問題等もありますけれども、それ以外にもこういった化石燃料はどんどん枯渇してなくなっていっていくというようなことがあります。太陽光発電だけだといろいろな問題もありますので、例えば夜中はどうするのかとかですね、そういったこともありますので、さまざまなエネルギーを、同時に用いるエネルギーミックスの、時代というふうにこれからは捉えられています。ではもう一つクイズです。
日本のエネルギー自給率は事実上 4% 程度で、これは原材料がほとんど輸入されているからですけれども、では以下の原料と輸入依存度を原料と輸入依存度を結んでください。石油、石炭、天然ガス、ウランとあって 100%、99.8%、96.7%、97.7% となっています。これはほとんど 100% なんで、こう見ていくと、あまりゆっくり見ていってもしょうがないですけど、まあ、石油 99.8、石炭 97.7、天然ガス 96.7、ウラン 100% ということで、つまりですね、ウラン 原子力発電などの、まあ、今後やっていくにしても全てを、まあ、原料輸入に頼らなければいけないということで、太陽光発電は日本にも均等に降り注いできますから、資源のない日本を救う技術になるということが非常によく理解できるかと思います。では太陽光をどのようにエネルギーに変えていくかという具体的な話をしてみたいと思います。ここに示してありますのは太陽光のスペクトルですね。横軸波長で縦軸が強度ですけれども、黒い線で示してあるのが宇宙での太陽光スペクトル、それから赤の線が地上での太陽光スペクトルです。光の波長が短い方がエネルギーが高いということはご存知かと思いますけれども、これを見ますと宇宙で高いエネルギーを持っていた部分が地上ではだいぶ削られて降ってきていると。これはオゾン層で主にですね吸収されているわけですけれども、また IR の部分も酸素とか水によってところどころくぼんでいるというスペクトルの違いがわかるかと思います。この特にこの紫外線領域のエネルギーの減少分は女性の肌を守るという観点ではいいのかもしれませんし、まあ、もともと生物にとって悪影響がある波長帯なんですけれども、まあ、エネルギーを取り出すという点では不利なわけです。もちろん宇宙に行くときにはですね、この波長の短いエネルギーの高い部分を有効に生かすような太陽電池が必要になるということも逆にわかるかと思います。この3人は太陽電池を発明した3人で、当時ベルケンのですね、ピアソンとチャピンとフラー。電気技師、それから物理学者、それから科学者、こういった学際的な、3人が集まってですね、新しいものを発明したというのが太陽電池の歴史になります。ではまたクイズです。下の表の同じ記号には同じ国名が入る、それぞれどこかということで、2021年の太陽光発電システムの年間導入量が左側で、右側が累積導入量というふうになっています。ABCD と隠してあって、同じ記号のところに同じ国名が入るんですが、少し考えてみてください。年間導入量と累積導入量がともに1位、しかも2位に大差をつけて1位の国、どこでしょう？見たいと思いますけど、中国ですね。では B ですね。年間導入量が2位で、累積導入量もヨーロッパユニオン EU を除けば2位ということですけど、どこでしょうか。アメリカですね。この辺は順当と思われる方も多いと思います。じゃあ年間導入量4位ですねの C、 あるいは累積導入量3位の C、 さあどこでしょう。開いてみますけど日本ですね。やっとここに日本が入ってきます。日本はその昔は、サンシャイン計画というそういった時代には1位だったこともあったんですが、まあ、このように、中国とかアメリカに抜かれています。逆にそんなに普及していないようなイメージも逆に持たれる方もいらっしゃるかと思いますけれども、そういう意味ではまだまだこれから普及していく技術であるということも言えるかと思います。世界的にまだまだこれからということですね。じゃあ最後 D も見ておきましょう。年間導入量が6位で、累積導入量が5位ということで、ここにあるメジャーでない、ここにもうすでに出ているけれどもメジャーな国ということで開いてみますけど、ドイツですね。ここまで見て気がつくことはロシアが入っていないということです。同じ共産圏でも状況はかなり違うということがお分かりいただけるか。
かなとは思います。はい、では次のスライドいきますね。太陽電池の動作原理の話をします。太陽電池は基本的には PN 接合で作られています。PN 接合というのは P 型半導体と N 型半導体をくっつけた状況なんですけれども、この P 型と N 型がくっついているその接触界面のところに空房層という、電子とかホールがなくなる領域があります。でそのなくなった領域は、N 型半導体と P 型半導体のフェルミ順位が一致するように変化バンドが曲がるためにですね、非常に高い電解のかかった領域になると。でそこに光が入ってきますと、その光がバンドギャップエネルギーを超えるエネルギーを持っている場合は、過電子体の電子が電導体まで叩き上げられて、そしてこの空母層の内部電解によってそれぞれ流れていくと、電子は N 型方面に、ホール成功は P 型に流れていくということになります。でこれ、よく考えてみますと、叩き上げられたらもう一回再結合、下に落ちちゃえば光になるということですけれども、そうしないようにこのそれぞれの、層の厚さだとかですね、そういったことを設計して太陽電池として動作するように、まあ、作り込むというようなふうにして太陽電池はできています。太陽電池の種類です。材料の、EP の話なので材料を見たいわけですけど、まあ、大きく分けて3つあるということですね。シリコン系、それから無機化合物系、それから有機化合物系。シリコン系は単結晶、多結晶、アモルファス。無機化合物系はカドミウムテルとか CIGS、 これは、中に入っている銅とかエンジウム、ガリウム、セレンの頭文字ですけど、そういったもの。あるいは有機化合物系としては液体の状態で作っている色素増換型というようなものがあります。この他にも量子ドット太陽電池、これはあの私の研究室で研究していますけれども、それからペロブスカイト太陽電池、これは NHK のサイエンスゼロで1回取り上げられてですね、非常によく知られているような太陽電池ですけれども、こういった将来的な利用に向けての研究中のさまざまな太陽電池が存在しています。まあ、すでに、よく知られている太陽電池を簡単に紹介しますけれども、ここにありますように単結晶シリコンと多結晶シリコン。この多結晶シリコンは流体が、存在しているために単結晶と比べてまだら模様な形をしています。アモルファスシリコン型は、原料を吹きつけて薄膜を作って、という形で製造しますので、柔らかいものの上に吹きつけて柔らかい太陽電池をこんな風に作ることもできますし、 CIGS 型もですね、このように柔らかいものの上に通して作るということもできます。色素増換型はどんな色素を使えばいいかということは自由に選べますので、カラフルな太陽電池にしたりとか、そういうこともできます。しかし一方でこれは液体で中を封じ、液体を封じしているというような太陽電池ですので、曇りがないようにというようなことに注意しなければいけません。まあ、様々な材料系で様々な太陽電池があって、まあ、用途によって使い分けられているということになります。太陽電池とバンドギャップという話をしたいと思います。今出てこなかったうちのカドミウムテル系、この材料系はですね、太陽光スペクトルに対する太陽電池の理論変換効率が最適値に近いと言われています。どういうことかっていうのをバンドギャップを絡めて簡単に説明したいと思いますが、一番右の図は先ほど示した太陽光スペクトルですね。でカドミウムテルのバンドギャップはこの赤い矢印で示したあたりにあります。で、これつまりカドミウムテルのバンドギャップのところに光が入ってきた時の状況を示すのが真ん中の図なんですけれども、これはバンド構造を示しているわけですが、下が過電子体の状態で上が電導体の状態です。でこのバンドギャップっていうのはこの EC と EV のエネルギー差ですけれども、カドミウムテルのバンドギャップよりも小さい光が入ってくると光吸収がされずにそのまま通過してしまう。つまりスペクトルでいうとこのカドミウムテルの矢印より右側は吸収されなくて使われないわけですね。じゃあこの左側の光は全部エネルギーに変換されるか電気に変換されるかというとそうではなくてですね、左真ん中の図に戻りますと、高いエネルギーが入ってくると
可電子体にある電子が上に叩き上げられるんですが、ずっと上の方まで叩き上げられると。でこれをこのまま電気になればいいんですが、実はずっとエネルギーを失って下がってきて、この EC の一番低いところですね、ここに到達してから流れるということになります。つまりこのエネルギー差が熱になる、無駄になるわけですね。ですからこの右の、スペクトルで言いますと、この左側のスペクトルのうち、このカドミンテルのバンドギャップよりも、と違う部分のエネルギーに相当するものはみんな熱になるということになります。太陽電池を非常に よく光を当ててですね、変化させようとすると太陽電池がどんどん熱くなりますけれども、この熱くなるということはそれだけエネルギーを変換できていないと、そういう状況になります。またこのバンドギャップがどこにあるのかというのが材料系によっていて、この損をする、つまり透過してしまって損をする、あるいは叩き上げられて落ちてくる間に損をする、こういったものが一番、トータルとして少ないだろうというのがカドミンテルだと言われているわけです。この一番左はですね、光吸収係数、それぞれの材料系によってどうなっているのかというのを横軸波長で見ているんですけど、ここにありましたようにシリコンとかアリウム素とかエンジングリンターとかバンドギャップが違うものはそれぞれ違う光吸収特性を持ってますので、この辺をトータルで、考えてですね、材料を決めていくということがいい太陽電池を作るためには必要になるわけです。はい、それから太陽電池と温度ということも気になります。先ほど、太陽電池、光を当て続けると熱くなるという話をしましたが、太陽電池は温度が上がると発電電圧が下がるという特徴を持っています。シリコン、結晶シリコン系ではですね、25度に対して70度まで温度が上がると2割の出力低下になると言われています。また、気象条件によってはですね、80度にも達する場合があるので、太陽電池の、出力低下というのは、まあ、気になるということになるんですね。特に宇宙に行った場合はですね、ご存知の通りですね、宇宙というのは非常に温度が高い、ことになる場合もありますけれども、実は影になればものすごく温度が下がると、マイナス100度から100プラス120度というような形で90分おきに温度が頻繁に変化するというような可能性があるのでですね、こういったその、温度変化による疲労というようなことにも配慮した太陽電池が必要になるということがあります。宇宙での、太陽発電システムというのも提案されていて、少し紹介したいと思います。宇宙の方がエネルギーが高くてですね、電気の発電効率が高いというような話も冒頭しましたが、まさにそれを、やろうというプロジェクトでして、宇宙に太陽パネルを打ち上げてですね、そこで、紫外線を活用するような形で最大限光太陽光を活用してエネルギーに変換した後はですね、そこからマイクロ波あるいはレーザーに変換して地球に照射して、でエネルギーとして使おうと、こういったものの送電実証実験がもうすでに行われています。ただしこれはいろんな政治的な配慮、例えば宇宙からエネルギーを飛ばすっていうことはですね、兵器にもなるわけですね。で、そういったことで、まあ、その平和利用だけではないと、平和利用だと思っていても、敵対国ではそうは考えられないとかですね、いろいろ、政治的な問題が絡んできて、技術的にはできてもなかなか難しい問題がはらんでいたりします。ただし、まあ、開発する側としてはですね、今度は宇宙船に適したバンドギャップを持った材料で、それからまあ宇宙船の耐性に優れていると、それから温度変化、先ほど言いましたような温度変化にも耐えるという、そういった新しい太陽電池が求められるということも、この状況から想像できるかと思います。ではクイズ、これ最後ですけど、以下の天体における昼と夜の寒暖差を結んでくださいと。ということで、火星、月、火星、水星の3つと ABC の温度変化ですね。で、まあ、ちょっと考えていただければいいんですが、ヒント言いますと、夜はほとんど一緒で昼間の温度が違うということですね。まあ、こう月で使う場合、火星で使う場合、水星で使う場合ということですけど、答え見てしまいますが、月は B、昼が110度ぐらい、
で火星が C の20度ぐらいで、水星が A の227度で、これは、水金地火木土天海の順番を考えていただいたらよくて、月は地球の、まあ、ほぼ同じぐらいのところですから、水星が、まあ、一番暑いだろうというわけですね。まあ、水星に住もうという話はありませんけど、火星に住もうということであれば、まあ、こういった温度変化に耐える太陽電池を使って暮らすというようなことになるかと思います。はい、機械通信の話はこのオンライン講義では省略します。はい、以上、非常に短い間ではありましたが、光材料技術について見てきました。人類の発展の歴史は光の理解と利用の歴史そのものになっています。今後さらにですね、光をコントロールする技術を高度化して、より良い社会を作っていかなければいけないということは間違いないと思います。非常に興味を持っていただけたら幸いです。ぜひ横浜国大に入学していただいて、一緒に未来を作る研究をしていただけたらと考えています。ありがとうございます。